栃木県のプロバスケットボールチーム宇都宮ブレックスの応援番組ベストブレックス、毎週ブレックスの情報をお届けしています。B リーグ2023-24、全60試合まで残り4試合となったブレックス、先週末はホーム30試合を戦い切りまして、同じ会場日韓アリーナ栃木でチャンピオンシップのクォーターファイナル開催が決まっております。今週は選手がスタジオに来てくれました。背番号33番ギャビン・エドワーズ選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか今いたずらしてました？ねえ、しです。見てよ。Oh, why are you laughing? The music sounded like very like, like heroic. And that was just funny. Like we were going into battle or something. なんかこうこれから戦いに行くみたいな感じだったんで、それがこうでスタートしたからちょっとなんか面白かったっていうね。キャビン・エドワーズ選手、こういう真剣な場面で結構笑っちゃうタイプですよね。I always got in trouble in school. いつも学校でこう問題児だったというか、そういうところであのもう問題を起こしてたというか。本当にたまに小学生の。I feel like sometimes like you're like a elementary school kid. I'm a very very big elementary school kid. 本当に大きな小学生です。自分でもおっしゃってましたもんね。そうですね。お子さんと一緒にいると特に。Oh, for sure. The biggest child. 一番家族で一番大きい子供だって。言われるんだって言ってましたもんね。通訳はいつものようにチームマネージャーの加藤俊明さんです。よろしくお願いします。いやでも本当にお会いするまで、こうちょっとクールなイメージだったんですけど、でもすごくいい方だっていうのは聞いてたんですが、こう我がチームで話すタイミングが増えてくると、はい、もうまあ、いい人プラス、かわ、かわいいっていう印象。Yeah, I mean, I feel like I definitely am serious like in like basketball, but off the court, I feel like I like to joke a lot and like mess around. もちろんそのバスケットボールのところではもうもちろん真面目ですけれども、まあ、それ以外のオフコートの部分では、はい、まあ、それで冗談打ったりこうふざけたりするのがすごい好きです。そうですよね。特にもう毎試合ですけど、ニュービル選手と毎回楽しそうだなって思うんですよ。2人でちょっかい出し合いながら、はい、試合前とかですか？試合前とか。He's like a smaller kid. I'm like a little big kid. He's like a smaller kid. 自分がまあ大きいな子供だったら彼は小さい子供だって、よりまあちょっともうより子供だっていうことです。そうですよ。加藤さんとニュービル選手のやり取りも楽しいんですけど、はい、じゃああれだったらどうなるの？これだったらどうなるのってニュービル選手って結構いつも話してるじゃないですか。はいはいはい、少年のように。そうですね。ニュービル選手普段どんな話をしたりしてるんですか？What are you guys talking about? Not really anything. Most of the time it's not serious. It's not anything productive. It's usually just really stupid. もう大体いつももうなんか生産性のないくだらない話しかしてないですけど、ね、He likes to bother me as much as possible. 彼はもうできるだけ自分の邪魔をしようとしてくれて、はい、したいんだと思うんです。あ、そうですか。いやでもニューベル選手だけじゃなくて、うん、これも多分皆さんもよく目にする光景だと思うんですけど、私ちょっと聞きたかったのが、うん、試合前にエドワーズ選手とフォトゥ選手とジェレット選手が体をぶつけ、急にぶつけ合うのが、Before the layup.That looks really fun. What is that? So me, Grant, and Isaac, we call ourselves like the big dogs because we're like the big guys and like we're like always battling. So we like just hit each other to get like pumped up. And then DJ and Shinji are like the little dogs. The little dogs. Because they're like chihuahuas or something. Chihuahuas. But yeah, we started off just like doing like yelling and like hitting each other. But now we do sumo, so I don't really know what we're doing. やっぱりその、まあ、アメリカ英語の表現でこうビッグドッグっていう、まあ、大きな、まあ、直訳すると大きな犬ですけども、まあ、そういうこう、自分たちはビッグマンでこう体をぶつけ合って、こう激しい、体の当たりも激しいので、そういう、まあ、そういうんで、こう、試合前の、こう、こう気持ちを盛り上げるような意味でも、こう、そう、体をこうぶつけ合ったり、してたんですけど、まあ、それを見て真似て、ニュービル選手と高島選手とかがやってて、だからもうこっちがビッグドッグなので、あっちはリトルドッグで、だから、チワワ、チワワ同士の小競り合いになって。
一応練習の一環として、まあ練習の一環というか、まあそのこう試合に向かうにあたってこう盛り上げるかため盛り上げるっていう、まあそうよりこう戦いに入っていくためのこう体のぶつけ合いみたいな感じだとは思うんですけど、なんか誰かからやり始めたんですか。 It started off pretty like calm, but it's gotten like crazier as the years gone on, butI don't really know why it started, how it started. Yeah, we're just I was like, surprised yeah, big, the first time. We're just like, yeah, big guys. And then it's just like, it's gone out of control. もうなんか自分でもどうやって始まったか覚えてないんですけど、まあ最初はなんかもうちょっと軽い感じだったのが、なんかいつの間にかなんかことがどん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 大きくなっていって、なんか今はなんかあのこうちょっと相撲の要素も入ってきて、なんかもう何をやってるかよく分かんない、分かってないっていう。そうなんですよ。ただただ楽しそうなんぶつかり稽古みたいな感じ。ぶつかり稽古みたいな。It definitely is fun, but it's just like I don't know what we're doing now, so just kind of go with it. よくわかんないけど、まあとりあえずもう流れに任せて。なんとなくこうなんか流れでいつもやってます。そうですか。まあでも本当にね、あのホームも30試合戦い切りまして、まあ次はチャンピオンシップになりますけど。その光景がね、うん、本当にこれからまず 数少なくなっていくじゃないですか、うん、本当にまあ残り4試合も大切なんですけれども、うん、まあその前にあの先週末のホームゲームなんですが、うん、まあ地区優勝をかけた直接対決、アルバルク東京との対戦だったんですけど、1戦目80対76、2戦目61対71勝1敗となりました、うん、激しい戦いでしたね。 It was a tough battle. Yeah, they're definitely a very physical team, so well, まあ、あの時もやっぱし体の当たりも強いですし、フィジカルなチームなので、はい、まあ、本当にタフな戦いになりました、ね、そうですよね。こうちょっとチャンピオンシップでもね、あの当たる可能性があるわけですから、the possibility that we might ちょっと想定しながらみたいなのがありました戦い。So like as we yeah I think so. I think that they're a really strong team and yeah I think there's definitely a possibility we could see them. そうですね。やっぱりもうそういう可能性も全然あると思いますね。はいはい、まあその中であのまあギャビン選手のまあ途中ねあの怪我もありましたけど、今もう本当皆さんこれからのプレーが楽しみにますますなってるんですけど、自分ではどうでしょうか、ここから。You heard some injury. I feel like it's definitely gotten a lot better. It started off, I feel like, kind of rough, but it's, I feel like it's definitely gotten better. And there's obviously stuff I can always improve on, but I'm kind of happy with where things are going and right now. So. そうですね。やっぱし復帰直後はやっぱしなまあこう、難しい部分もあったり、なかなかこううまくいかない部分もありましたけど、まあその頃に比べればまあすごく良くなってますし。まあ、チャンピオンシップに向けて、まあ、これがどうなっていくか分からないですけれども、はい、あの自分の感覚的にはすごくいい状態になります。いや、そして、まあ、ここからの試合になっていくんですけれども、まあ、週末もねかなりあの皆さん楽しみにしてくださる試合になってくると思うんですが、 This weekend we will be the another big game again. そうですね、次が千葉ジェッツ船橋じゃないですか。いやもう今シーズンこのチームと本当にね勝利を取ったり取られたりっていう、あのアルバルク東京戦の前にどの選手に聞いてもその地区優勝っていうことをどう思うかというと、もう気にしてないっておっしゃってたんですけど、ギャビン選手はどう？Before the our game 笑ってますけど。Okay, I got that one. Pray. でも大丈夫、分かってました。念のために一応っていう。一応通訳してもらったんです。I mean, stuff like that is kind of a like you obviously want to win as much as you can during the year, but at the end of the day, like the end goal is like the championship. So like the conference is like kind of like a stepping stone, and it's not like our end goal. Like we didn't start the year to be like, oh, we just want to win the conference and that's it. That's like, it's something you do kind of like along the way, but it's not like our ultimate goal. So we just focus more on like the game and then like what's ahead with like the playoffs. やっぱりそうですね。もちろんその東地区で優勝できればもちろんそれに、越したことはないですけれども、まあその自分たちの最終的な目標はやっぱり優勝、チャンピオンシップで優勝するということなので、はい、まあ、その中のまあ一つのこうなんていうんですか、目安じゃないですけど、まあ、その途中の過程の中でまあ小さなゴールというか、はいはいはい、まあ、その中でまあそういったところも達成していけばいいけど、まあ、結局はやっぱりその
一番最後のチャンピオンシップに勝つというところが、そこがまあ目標なので、あんまりそこまで大きな意味がない。とどの選手も同じことをやっぱりおっしゃってて、うん、私たち報道とかは、うん、やっぱりね、地区優勝とかそういうところでこう、はい、なんかみんな頑張ろうって、まず目指してから次なのかなみたいに質問しちゃうんですけど、うん、はいはい、あのチャンピオンシップでまずとか、まあ、もう最終目的優勝で、うん、優勝できなかったら途中の地区優勝があったって何があったって、うん、結局はもう、Mm-hmm. Everyone says like, I don't really mean like it's like a waste, but it feels、mm-hmm. like we just didn't do like what we were supposed to do, I guess.、Mm-hmm. まあ別にそれがもう無駄では当然ないけれども、mm-hmm. まあそこがまあそのなんていうんですか、ゴールではないっていう。そうですよね。だからもう私たちも優勝目指す中で地区優勝あったらいいよねっていう、mm-hmm.ところもやっぱ見ていきたいと思うので、もう一戦一戦を全力で待つ、はい、そうですね、そうですね、 Yeah, it's like you kind of treat that as like the, the championship for like that, that day. そうですね、だからそのもう毎試合毎試合目の前の一戦をもうそのチャンピオンシップのファイナルだと思って一個一個プレイしていくっていうことで、さあそこで週末の千葉なんですけれども、うんうん、いかがでしょうね、週末の千葉戦に向けてはどういうプレーをしなくちゃなんて。So the next game. Obviously want to beat them. もちろんやっぱり戦い勝ちたいですよね。But yeah, but yeah, just like aside from just like obviously having played for them and all that, it's just like I said, just like another step towards us working towards a championship. We do want to win the conference and like just put together and get like a good rhythm for the team going into the playoffs. So just winning as many games andand Chiba's a good team, so just beating a good team going into playoffs really boosts confidence as well. まあその自分がもう過去に所属していたとかそういうことはまあ横に置いといて、はい、まあその目の前のこう千葉っていうのを、まあこうチャンピオンシップに入るにあたってやっぱりそのこういい流れでやっぱし入っていきたいので、そういった面では、まあ、千葉っていうのは本当にいいチームではあるので、はい、まあ、そういったこういいチームにしっかりこう勝っていい流れを持ってチャンピオンシップに入っていくっていうことは、うん、その優勝するために、まあ、最終的なゴールを達成するためにはすごく重要なことだと思うので、はい、しっかりこう勝っていけるように準備していきたいなと思います。この、まあ、毎回そうですけど千葉はもうね、ブレックスファンは多く駆けつけるので、yeah, it's always a good atmosphere for sure. 本当にいつもすごくいい雰囲気で試合できているので。そうですか。あ、でもこの間のチャンピオンシップの会場の日韓の雰囲気はいかがですか？ああ、how do you? I think it's a little bit different from Brex Arena because Brex Arena feels like, like cozy. Like it feels like everybody's like on top of you, so it's like the, it's like a little bit different energy, but I like it because it's like.It feels like a like big stadium and like a bigger stage and like a lot bigger like game kind of if that makes sense. So the Brex Arena はまあよりこうコンパクトなんだけどこうギュッとギュッとこう、こう密集した感じというか、はい、こうもう観客の皆さんがこうずっと上にこう連なっ積み重なっているような雰囲気なので、まあちょっとその日韓アリーナというのはよりこう、はい、こう空間が広いので。ちょっと違いますけど、まあでもよりそれ大きなアリーナっていうか、まあ、より大きなステージでこうプレーできるっていうような、はい、あの良さもあるので、まあ、ちょっと違う雰囲気でありますけど、それに、はい、それはそれぞれで良さはあるかなと思います。そうですか。もうじゃ あ, あの最高のステージにできるように私たちも準備しておきたいと思いますので、ここからの、ね、とりあえず思う存分戦ってきてほしいなと思います。Really appreciate your guys' support this year. Look forward to seeing you at Nikon Arena. And we'll keep fighting. We're working really hard every day getting ready for the playoff series. So look forward to seeing you guys there and we'll continue to fight. 長いシーズン、本当に応援ありがとうございました。そしてこれからも、ぜひ、引き続き応援よろしくお願いします。また日韓アリーナでまた皆さんにお会いできるのを楽しみにしていますと、はい、あの自分たちも本当にこう毎日、ハードに練習を積んで、いいパフォーマンスができるように頑張っていますので、これからも引き続き応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあということで、今週はですね、背番号33番ギャビンエドワーズ選手と、それから加藤俊明さんのお越しいただいたんですけど、本当ギャビン選手会えば会うほど好きになるって more is more. Thank you. さんもね、もう分かってくださってると思いますけれどこれからね、もっともっと仲良くなっていきましょう。さあということで、今日はスタジオお越しいただきましてありがとうございました。 Thank you very much. またスタジオでお待ちしております。栃木放送も宇都宮ブレックスを応援しています。
ベストオブレックスでした。